Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.大一番です。カップを掲げるチームはどちらなのか。ブラジルカップファイナル、緊張の面持ちで選手たち入場です。このカップを頭上に掲げるチームはどっちなのか。さあキックオフ、ブラジルカップファイナル、グレミオ対アトレチコ・ゴイアニエンセ。まあ、ここまで勝ち上がってきた自信はあると思うんですけど、決勝戦は別物ですよね。いつも以上に緊張感のある試合になるんじゃないでしょうか。さあどうする、切り込んでいきます。切り込むか、レオガゴ、アンドレリバ、これはオフサイド。キックはさあどこへ収まる。ダニリーニョ、抜きにかかるか、打つのか、ゴール。優勝へ、優勝へ、大きなゴール。見事なドリブルからシュートというシーンでした。そうですね、ボックスの中であれだけ冷静にね、受けてますからね。シンプルな形ですけども、狙ってなかなかできないですからね。いいですね。さあ、ゴイアニエンセ、価値のあるゴールが決まりました。出足はいいですよね。先制点は大きな鍵を握りますからね。やはり一発勝負になってきますからね。前を向くことができるか。さあ中へ行く、カットされます。一気に前線へのボール、ガブリエル、ロングフィード、ファールです。フリーキックのチャンスになります。リプレイ見てみましょう。およそ30メートル、さあ誰に合わせてくるか。どうだ、ボールがつながらない。そのまま打つ、決められない。中央、いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ソウザ、これをカットします。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ゴイアニエンセとしてはリズムが出てきますよね。さあこの攻防、シュート、
ここはキーパーが防ぎます。これは決められてもおかしくないですよ。キーパーファインセーブですね。どうだ、ボールはクリア。カウンターを仕掛けます。柔らかいパス、クリアします。ここはクリアします。バックパス、さあ抜け出した。クリアボールはラインを割っています。ボールが上がってくる、ヘッド合わせに行きましたが決めることができませんでした。ボールつながりません。ウェスレイ抜けてくるか、おお面白い、これはオフサイドです。前半27分を回っています。カルロス、さあ前を向く、チェック厳しい、勝負できますか、受けてシュート、少し抑えが足りなかったでしょうか。これは枠を超えます。バッターとの仕掛けが早いんですよね。クロスを選択、シュート、ゴール、右足で打ち抜きました。追加点が決まりました。これで差は2点。長い距離振り抜きゴール、素晴らしい。ディフェンスがねちょっとかぶってしまった分だけ強烈なシュートを打てたというのもあるんでしょうね。今日2点目です。さあゴイアニエンセ、さらに1点を追加し2対0としています。もう1点取るとさらに楽になりますよね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。サイドへスルーパス、さあボールが抜けてくる、チェックを受ける、ヘッド、いや決まった、グレミオ、これで1点差まで詰め寄りました。クロスボールに頭で反応というシーンでした。ボールが入ってきた時に焦らずにしっかりとヘディング、いい判断だったと思いますね。これで今大会3点目。さあグレミオ、このまま勢いに乗ってくるんでしょうか。やっぱ大事なのは勢いでしょうね。この勢いを持っているうちに追いつくゴールを決めていくという気持ちを持っていけるかどうかですよね。フェルナンド、カルロス、マルコス、上げてくるか、これはクリアします。これはラインを割りました。インサイド上がっていく、さあ上げられるか、ここでファールです。フリーキックに変わります。ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね。どうだ、ヘディング、ヘディングでした。
本日2ゴール。さあハットトリックまであと1点です。ジュリオセーザル、ファウルを取られます。おお、いいボールだ。いやー、今が面白い。ここで笛です。緊迫の決勝戦、まずは前半45分を終えました。前半を終え2対1。さあファイナルステージ、前半ご覧になっていかがでしたか？決勝ですからね、このまま終わるとは考えにくいですね。後半はよりゲームが動くと思いますね。ありがとうございます。さあ頂上決戦、勝利の美酒を浴びるのはどちらのチームなのか。ゴイアニエンス、前半で2対1、今のところ1点リードしています。さあ後半すでにスタートしています。両チームとも非常にアグレッシブに来てますからね、後半も楽しみですよね。ただ一つ抜ければチャンス生まれてくると思うんですけどね。カルロス、フェルナンド・ボビ、さあ裏のスペースを狙います。打てるか、決まった。これで差は2ゴールになりました。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、出し手と受け手の意思疎通、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。当然ハットトリックということになります。本当ね、見せてくれますよね。さあゴイアニエンセ、リードを2点に広げてリスタート。まあ、1点差にされないためにも今攻めるのか守るのか、チームとしてはっきりしなきゃいけないですよね。一瞬左空いてたんですけどね。ソウザ、さらに前線へと行きたいところ。さあ抜きにかかるか。さあ前向きます。スペースを狙います。絶好のパス、ボールコントロール、このボールはクリアです。キーパーがキャッチします。狙いは良かったと思いますけど、ちょっとタイミング合いませんでしたね。ソウザ、うん、ボールは渡る。エルナンデス、打てるでしょうか。このファーストタッチ、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。落とした後なんか無理でしょうかね。右の勝負でしたね。ジュリオセーザル、上げてくるか。これは取られてしまいます。カルロス、後半23分です。ウェスレイ、中央前を向いた。まあそのまま突っ込んでいくか、を作って味方を使うかっていうところでしたけどもね。強引にドリブルでいきましたね。タッチ終わってもう一度スローイン。繋がっていく、ダイレクト、決めた。ゴ
リエンセ、さらに突き放します。これで3ゴール差。美しいパスワークからのゴールでした。つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なこともそうですけど、選手同士の連動が素晴らしかったと思いますね。これで今日4本目です。さあゴイアニエンセ3ゴールリード、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ゴイアニエンセボールになります。サイドのスペースを使います。左サイドを駆け上がります。どうだ、抑えたいところ、抑えました。通りません。ここで切り込んでいきます。どう仕掛けてくるか、弾かれて、これはクリアします。中央駆け上がっていく、カット、ダニリーニ、ドリブルで駆け上がる、残しかけてほしいですね。ボックス内フリーだ、ゴール。ゴイアニエンセ容赦ない一発。直前のドリブル、素晴らしいものがありました。そうですね、ゴールするんだっていう気持ちですよね。少しでも確率高めるためにボックス内まで積極的に運んでいきましたよね。これがなんと今日5点目。さあゴイアニエンセ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。いや、個々のパフォーマンスが非常に高いので連続してゴールが生まれてますよね。うん、渡ります、シュート、決めた、連続ゴール。スルーパスからのゴールが生まれました。いやー、ラインギリギリでしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんでしょうね。今みたいなところはギリギリのせめぎ合いでしたね。まあ1点取った後、またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。スペースを狙ってきます。ボールつながります。ボールはクリア、前線へ出す。これはつながりませんでした。まあいいアイディアでしたけどもね、ちょっとタイミングが合いませんでしたね。ダニリーニ、渡ります、スルーパス、渡ります、打てるか。さあゴイアニエンセ、優勝が見えてきたか。もう時間がない。前線へ、ここはカットされる。右サイド駆け上がっていきます。打てる、打つ、ここはクリアします。カップ戦、雌雄を決する笛です。長きにわたる戦い、心技体試された勇者たち。覇者の誇り、そして敗者にも誇りがあります。晴れ晴れとした表情の選手たち。素晴らしい戦い。
がとう。全てをかけた戦いをありがとう。それでは次の熱きカップ戦、素晴らしい戦いに期待して、実況はジョン・カビラでした。ごきげんよう。さようなら。